夏の天然ミネラル麦茶がよい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 サラ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 調子がよいよいエライチャエライチャエロチャエラ伊藤園の天然ミネラル麦茶。独立した時はとにかく何もないゼロからスタートしましたので、僕らの技術は世界一だなぁと実感できる会社になっていきたい。関西のビジネスを強く新しくニュービジネス助成金池田銀行。世の中探してみてもなかなかそういうのがなかったもんなんで、まず作ってみようと。結晶というものの裾野を広げていい薬ができるように頑張っていきたいと。関西のビジネスを強く新しくニュービジネス助成金池田銀行。ペプシネックス Go for it! ペプシネックス。僕はきっと変わる。でもずっと僕だ。僕の保険 LAW 明治安田生命。 DS で脳のトレーニング、 DS で頭の体操、 DS で海外旅行でコミュニケーション、 DS で子犬と暮らす任天堂 DS。 もうちっちゃー、もうこれでほんと取れんの？毛穴の黒ずみ、ごっそり。うわしかもツルツルって、おいちょっと、ゲットオキシー、パーフェクトクリアパート、オキシー。結婚します、ルミナスで。降り注ぐ光、きらめく海、神戸の海がバージンロード、ルミナスウェディング。ルミナス神戸ね、ツルその食事の脂肪吸収を抑える特保サントリー黒ウーロン茶来たる。あんたは確か新車男です。新車男聞いてくれますか。僕が新車に2年ごとにお手頃価格で乗り換えられるようになったわけよ。そのわけは今乗りくん .jp へ。第一三共ヘルスケアは医薬部外品ドリンク剤リゲインの新コマーシャルを展開中。1988年の発売以来飲まれ続けているリゲインは、懐かしい24時間戦えますかのキャッチコピーと勇気の印の曲を復活。ガレッジセールの2人を起用し、新しいサラリーマン像を描き出しています。ゴリさんが見切り発車してしまう上司に対し、元気と勇気を武器に戦い、自分の職場をちょっと作ったりとコミカルに描いており、働く人たちを応援したいというリゲインブランドの思いを込めた内容になっています。曲も歌詞も当時とほとんど変わっていませんが、リゲインのテーマは2006年の働く人たちへの新しい応援歌なのです。リゲインにはリバオールやビオタミンをはじめ、各種ビタミン、タウリンなどの成分をバランスよく配合、肉体疲労時の栄養補給、美容競争に効果を発揮します。志摩スペイン村では今月21日から8月31日まで連日ナイター営業をお楽しみいただける夏休み特別営業を実施いたします。この夏はナイトパレードがパワーアップ。光ファイバーなどおよそ8万個のキラキラ光り輝くイルミネーションに彩られ、より幻想的な雰囲気を楽しめます。パレード終了後には音楽と花火の共演、ムーンライトフィナーレも上演し、ロマンチックな夏の夜を楽しめます。期間中は夕方4時から入園料が大人1000円でとてもお得です。そして見逃せないのが大好評で8月31日まで。スーパーフランナーが一塁二塁。ちなみに
ジャイアンツ、ハイエンドドラマの、ね、あの優勝の時には札幌で9連打、広島戦でしたけどもね、そういったあのやはり相性がね、いいその球場なのかもしれませんね、ジャイアンツとしては。で今の心の方が、はい、そうですね、残念ですね、はい、7連打、連打が止まってしまいましたけれども、しかしまだチャンスが続いているジャイアンツ、ツーアウトランナーが二塁、引き上げましたがファウルボールです。ファウルボールは15分。失敗していますファイターズ、2番手ピッチャートーマス、そして武田久志3番手ピッチャー、今マウンドにはファイターズ4番手の岡島が上がっています。まあ、勝利の新しいファイターズの方程式としてはリリーフピッチャーが武田さんゲームを作って、ね、終盤ね逃げ切るという展開だったんですが、今日はちょっと崩れましたね、そのパターンが。ファースト小笠原を追っていきます。ファーストフライ、ようやくジャイアンツの攻撃終了しました。先輩でジャイアンツリードしています。成分が体内のエナジーサイクルを活性化、リポビタン D、 わしのマークの対象製薬です。 Yeah, these returns are so great right now. As easy as going for a walk. It takes me everywhere. Last weekend we decided to stop by the zoo. We will fly so high together. Tell our friends goodbye. We will start like you. Then we got stuck at the deep end. ダイナミックに行こうじゃないか。エル・グランソン。ハイウェイスター、アーバン登場。ストレス社会で戦うあなたに。頑張れ。そうだ。頑張れ。俺は戦ってる。戦ってると思う。頑張れ。メンタルバランスチョコレート。ギャバ。クリカ。息が消える。ファイターズ対ジャイアンツの交流第5戦は7回にジャイアンツが一挙9点を挙げて逆転に成功しています。ドバイト .com、 あれまた買えたの？やっぱ最新でしょ。いいな、俺もモバイト2回分欲しい分だけモバイトしてワークする。やっぱ最新でしょ。モバイト .com。 グッドウィル。エンジニアもグッドウィル。グッドウィルのエンジニア、エンジニアもグッドウィル。技術者派遣のグッドウィルエンジニアリング。 DHC 栗駒新総帥誕生。栗駒産経豊かな恵み DHC は加熱処理を行わず自然のお水をそのままボトリング。こだわりの品質と美味しさをお届けします。さらに持ちやすいボトル、開けやすいキャップにもこだわりました。あー、美味しい。ナチュラルミネラルウォーター DHC 栗駒新総帥、2リットルサイズも美味しいお水もやっぱり DHC だね。成分が体内のエナジーサイクルを活性化、リポビタン D、 わしのマークの対象製薬です。さあ札幌ドームは今度がファイターズが追いかける立場になりました。5点差を追いかけますファイターズ。この回先頭は小笠原、ノースリーからストレートのフォアボール。マ
ウンド上は2番手の放送席、はいはい、6回の新庄のホームランを、はい、ホームランボールを取られた方、あ、そこに話してるんですか。そこをね、追いかけてきてね、で7回表のジャイアンツの攻撃9点取られたのを僕の横でずっとこらえて見てくれた方がいらっしゃるんです、そうですか。40分も待たしましてどうもすいません、お待たせしました。もう何とも言えない心境です、周りも、しかしこのホームランよく取れましたね。どこからお越しですか、お名前と。広式の山本美和子です。当然新庄選手のファンですか。大好きです。よかったですね、こうやって直接取られたんですか。いや、直接はないんですけど後ろから転がってきました。あー、おめでとうございます。おめでとうございました。ただね、もう45分ぐらいね、はい、僕の横でジャイアンツのね、はい、止まらない攻撃をね、一緒にずっと見てたんですよ。本当に申し訳ないというか、はい、待たせまして、しかしまだまだ7、8、9、そうですね、3回やりますからね。あのね、応援団の数ではね、はい、日本ハムの方がどうですか、多いんじゃないですか。多いと思います。ここ数年前までとは全然逆転しましたとか言われてますね。はい、そうですか。まあなんて声かけていいかわからないんですけども、これからですからすいません、どうも。新庄にサインでももらってきましょうか、ボールにね。しかしこれ本当に思いになりますね。新庄選手のホームランボールを取ったというですね、スタンドから金村さんが伝えていただきました。さあ9対4、そのファンの後押しでなんとか7、8、9ということで、まあ若松さん、この北海道のファンとしてはね、なんとか反撃にこう期待したいというね。そうですね、まあ点差ありますけども、まだ3回あるんでね、まあ、ですからこの、まあ、先頭のね、小笠原がですね、小笠原ファールを受けて、はい、ね、まあ、デキノールがね、結構だいぶこう良くなってきてるんで。そうですね、昨日はおよそ1ヶ月ぶりにホームランが飛び出しています。第6号のホームラン、昨日はファイターズが12点を取って快勝しました。バッティングの状態っていうのはね、徐々に上がってきてると思うんですよ。そうですか。日本ハムもね、はい、ですからこの回ですよね、やっぱこの回をこう締めればね、はい、まあ、巨人のこう勝ちが、はい、ぐっと近づいてくるんですけども、やっぱ日本ハムの攻撃もですね、はい、やっぱこの回ですよ、うん、さあそういった意味では注目の7回の裏のファイターズの攻撃、打ちました。一塁を取っている、一塁から二塁へ、セカンドもアウトになりました。ダブルプレー。いやー、先ほど守備と、ね、そうですね、やはり逆転すると雰囲気も変わると、やはりこの一塁ほど守備も動きも良くなりましたね。難しいですよ、でこの判断ね、ベースを踏むか先に投げるかの判断、まあ、セキロールの足を考えたらどっちでもよかったんですけども、はい、非常によく止めましたよね。もう先ほどとね、全然違う、変わりますよね、ですよね、はい、先ほどはイースインオフ一塁線を抜けるヒットがありましたが、さあこれで一気にランナーがなくなってしまいました。ファイターズ2アウトランナーなし、バッターは稲葉です。9対4、9対4ということで、5点差となって、さあマウンド上の久保のピッチングです。まあ、高木さん、先頭の小笠原にフォアボールを出したんですがね、はい、これでほっとしましたね、久保は。まあ、もう本当に助かりましたよ、今の守備は。まあ、その前にね、やっぱり小花ピッチングコーチが ね、やっぱりはもうちょっと一呼吸を入れたんですね、何をやっとるんだというそういう感じでね、行きましたね、打ちました。クラスセンター、センター前進、センター前進、掴んでいます。さあ9対4、ジャイアンツリードで8回の表に入ります。ここまでの放送は大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。